東京千代田区の神田明神では秋葉の夏の夜を彩る納涼祭りが行われました。およそ1300年の歴史を持つ神田明神は秋葉原が近いことからキャラクターコンテンツとのコラボによるアニソン盆踊りを開催するなど若い人や外国人からも人気を集めています。神田明神納涼祭りは3日間開催され、最終日の11日は浜町音頭保存会の三味線の生演奏と生歌による一味違った盆踊りも行われ、集まった人たちは優雅な雰囲気の踊りを楽しんでいました。日が沈み提灯の明かりに照らされる中、矢倉の周りには踊りの輪が何重にも広がり、多くの人が盆踊りを楽しんでいました。やっぱりこのロケーションがすごい素敵ですよね。あの提灯がいっぱいあったり、あとは神田明神音頭が、やっぱり好きですね。盆踊り今日どうですか？暑くて楽しいですね。そう、楽しいけどね、もう汗がぐちょぐちょっていうのはその土地その土地の特色を生かしながら、みんなに愛されながら、若い人も年寄りも踊れるのがいいんじゃないでしょうかね。とても楽しいございました。